してもよろしいでしょうか。この先ほどの大畑幹事長の発言の関係なんですけれども、昨日あの都構想に関連して、この先ほど市長はあの地域主権についてもっと勉強された方がいいというのをご指摘されましたけれども、え、誰ですか。あのその大畑幹事長みたいな、まあ、地域主権のことを知らないというようなことをおっしゃっています。まあ、それ僕直接聞いたことないから分かんないですけども、大畑さんよりも十分勉強してるつもりですけど、まあ、それに関してなんですが、まあ、地域主権のことに関して言うと、そのまあ地域から出てきたっていうものよりかは、まあ、誰か個人がこれをやりたいっていうふうなようなことで受け止めているというふうにおっしゃってたんですけれども、まあ、だって地域から出てきたって一体誰がじゃあ声出すんですか。今の民主主義の中では、選挙で票を受けたその代表者が物事を進めていかないといけないじゃないですか。大畑幹事長と公開討論やりますよ、やってくれるんだったら。そんな僕のいないところで、悪口言うんじゃなくて、僕の面前で言ってもらいたいですけどね。僕はやっぱり親からずっと陰で悪口言うなと、 お世辞は目の前で言うなと、お世辞は陰で言って悪口は目の前で言えってことずっと言われていたんで、まあ、大畑さんもどういうふうな親から教育受けたのかも分かりませんけども、僕と公開討論やったらいいんじゃないですか。コテンパンにやっつける自信あります、もうグーの根も言わさない、二度と立ち上がれないぐらい、この都構想については大畑さんと議論して、もう政治家として二度と立ち上がれないぐらいコテンパンにやる自信ありますけどもね、もう二度と立ち上がれないぐらいできますよ、言っといてください。東京にも呼ぶんだったら東京にも行きます、時間的に今いろんな面でなんとか都合もつけれるかも分かんないですが、絶対にもう二度と政治家できないぐらいさせます、言っといてください。自信があるんだったら僕と討論してくださいと、尻尾巻いて逃げるのは自由だけれども、もうそれだったら尻尾巻いて逃げましたねというふうに、僕はまたみんなの前でいろんなところで言います。それは野党第一党の幹事長がここまで言われて、僕と対決しないのかどうかですよね、そこまで、言ってきたんだったら僕も公党の代表なわけですから、そこまで言われたら民主主義の中で、討論といえばね、やっぱり一番重要なところなわけですから、時間もいつでも僕は合わせていきますんで、尻尾曲げずに尻尾巻かずに、僕の前で正々堂々と討論してくださいと、二度と政治家ができないぐらいもうコテンパンにも言わします。すみません、教育関連で今日大阪府教委の方が、統一テストですね、中学生向けの統一テストを正式にやりますということを公表しました。内申書への、まあ、連結というのは、まあ、各市町村の判断に任せて何パーセント反映するかというのはそれぞれ考えてください。ただゼロというのはダメですというようなことを永原教育長が言っていました。これどうでしょう、率直に去年から市教委も要請している話だと思うんですけども、どう受け止められますか。先ほどの大畑幹事長の発言の関係なんですけれども、昨日都構想に関連して、この先ほど市長は地域主権についてもっと勉強された方がいいというのをご指摘されましたけれども、え、誰ですか。その大畑幹事長みたいな、まあ、地域主権のことを知らないというようなことをおっしゃっています。まあ、それ僕直接聞いたことないから分かんないですけども、大畑さんよりも十分勉強してるつもりですけど、まあ、それに関してなんですが、まあ、地域主権のことに関して言うと、そのまあ地域から出てきたっていうものよりかは、まあ、誰か個人がこれをやりたいっていうふうなようなことで受け止めているというふうにおっしゃってたんですけれども、まあ、だって地域から出てきたって一体誰がじゃあ声出すんですか。今の民主主義の中では、選挙で票を受けたその代表者が物事を進めていかないといけないじゃないですか。大畑幹事長と公開討論やりますよ、やってくれるんだったら。そんな僕のいないところで、悪口言うんじゃなくて、僕の面前で言ってもらいたいですけどね。僕はやっぱり親からずっと陰で悪口言うなと、 お世辞は目の前で言うなと、お世辞は陰で言って悪口は目の前で言えってことずっと言われていたんで、まあ、大畑さんもどういうふうな親から教育受けたのかも分かりませんけども、僕と公開討論やったらいいんじゃないですか。コテンパンにやっつける自信あります、もうグーの根も言わさない、二度と立ち上がれないぐらい、この都構想については大畑さんと議論して、
もう政治家として二度と立ち上がれないぐらいコテンパンにやる自信ありますけどもね、もう二度と立ち上がれないぐらいできますよ、言っといてください、東京にも呼ぶんだったら東京にも行きますよ、時間的に今いろんな面でなんとか都合もつけれるかもわかんないですが、絶対にもう二度と政治家できないぐらいさせます、言っといてください、自信があるんだったら僕と討論してくださいと、尻尾巻いて逃げるのは自由だけれども、もうそれだったら尻尾巻いて逃げましたねというふうに、僕はまたみんなの前でいろんなところで言います。それは野党第一党の幹事長がここまで言われて、僕と対決しないのかどうかですよね、そこまで、言ってきたんだったら僕も公党の代表なわけですから、そこまで言われたら民主主義の中で討論といえばね、やっぱり一番重要なところなわけですから、時間もいつでも僕は合わせていきますんで、尻尾曲げずに尻尾巻かずに、僕の前で正々堂々と討論してくださいと、二度と政治家ができないぐらいもうコテンパンにも言わします。すいません、教育関連で今日大阪府教委の方が、統一テスト